赤い風船なんかいっぱいある。青い風船もあるね。どうもカラソン爪団外です。フィアオブクラウンス久しぶりに続きの方やっていきたいと思います。ちょっと日にち空いちゃって申し訳ないですね。最近ちょっとこのゲームずっと離れてたんですけども、間もなくクライマックスだと思われます。エレベーターがなぜか3箇所も、なんだろう、いろんな施設からみんなたどり着くのは最後ここなのだろうか。これは銃がまず欲しい銃がまず欲しいけども、とりあえずドキュメント読もうか。まあ読める方読んでみてください。銃くれ、銃。あ、取れたぞ。リロードはあ、されてる。戦闘するわけだねこれ、きっと。ガス、あの風船割ればいいのかな。おそらくね、もう最終回かなり近いと思うんですよね。怖いな。前回は確かチェーンソーを持ったピエロに追われてなんとか逃げてきたって感じだったよね。これはでも、あ、押せるじゃない、押せるんだ。下に行ける、るん、え、怖い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 、え、あ、来た来た来た、ヘッドショット、ダメだ、痛い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 、ガスだガスだガスだ、プシューってなったぞ、プシューって、痛い、強っ強っさあということでもう一回やっていきましょう。何このゲーム異常なまでの難易度だったな。これさあ、ダメージ入るんだな。あて、いやってことはもう、あー、もう1個使ったのアウトじゃねえかよ完全によ2箇所あるからどっちか1個でも与えればいいのかな。さっきはダメージは入ってなかったのかな、相手。ここ来るよね、来るよね、さっきこっちから来たよね。この辺で待機してようか。あ、あっちだ、あっちだった。で、来た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 。で、ここで、そこです。いや、ちょ、違う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 、痛い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 、なんで爆破しないの、痛い痛い痛い。あ、ダメージ入ってんだね。血出てる。あ、リロード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 、ない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 、弾がない、弾がない、リロードできない、エレベーターもつけられないダメだ、死ぬしかない。一つ思ったんだけどさ、このガス管を爆破する前にこの風船もちょっと一回割ってみたいね。あ、これあんま関係ないのかな、関係なさそうだな。でリロードできるわけでもないんだよね。やっぱこのガス管をしっかり爆破させて当てるっていうのが大事なのかな。上の管は関係なさそうだよね多分ね。うん、多分関係ないと思うんだよな。あいつ倒さない限り平和は訪れない。え、当たってないの。よっしゃ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 、イエスイエスイエス。あ、あ、来た来た来た、お前の頭をシュートスイカみたい、スイカみたいすげえ面だこれ。頭土産に持ってこうぜ。武士の世界だ。キラキラ武士だ。どうしよう。倒しちゃった。割と最後あっさりだったな。難しかったけど。特別もう何もないもんね。こいつももう蘇ることはないわけだよな。いやー、でもこいつが銃持っててくれてよかったよ。俺レンチしか今までなかったからさ。エレベーターはここでいいのかな。閉まるんだね。でもあいつさえ倒しちゃえばさ、今俺チェーンソー持ってんのかな、チェーンソーないのかな。お、来たぞ来たぞ。今俺はどういう状態なんだろう。わあ怖えラスト近づいてる感ある。あ、レンチも出せないし、チェーンソー別に、ま、巻き上げたけど手に入れたわけじゃないのかな。怖、チカチカする、目に悪い感じある。
フラッシュライトももうないんだよね。電池が多分切れちゃってんだよ。あ、怖っ。何あれ、プレゼントボックスだよね。え、風船割れた。あ、奥に行ったの。え、赤い風船なんかいっぱいある。青い風船もあるね。びっくりした。ちっちゃいピエロがいっぱいいた。なになになに、ペペポーペペポー、なになになに。え、あ、あ、あ、最終決戦か。おら、おららららおら、しゃ、おらら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 ら無双タイムになって、スーパー無双タイム。おー、あ、近っ。おい、てれれれれってってれれれって楽しげな音楽だね。ちょっと音楽聴きたいぐらい。あ、すごい、ほら、いい感じの音楽。おら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 、あ、強い強いわ、やっぱ。あ、大きく振りかぶってのやつだね。強いわ。チェーンソーやっぱ持ってたし、しかも。え、これエンドレスな、な、エンドレスな。あの風船割るとか。あ、ダメだ、真っ暗になっちゃう。痛い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 。ほら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 。倒せるよ。倒せるのは倒せる。あ、全員やった、全員やったんだ、きっと。生き延びた、俺は。あ、悪夢？え、ここまで来て夢落ち？そんなことないよな。これ最初、一番最初のパート1の時と同じ場所かな。あ、ルービックキューブ置いてある。なんか、結構謎めいたストーリー性もあるんだよね。このルービックキューブのところにさ、ピエロがなんか一緒に置いてあったりみたいなさ。パソコンは？起動できない。引き出しも開けられない。時刻は2時43分。外出てみますか。うわー、砂嵐のテレビ怖えな。そうそうそう、最初はね、廃墟みたいなマンションみたいなところからスタートしたんですよね。電話つけられるけど、特別でもつけられるだけで何もないのかな。窓の外も見れるわけではない。砂嵐のテレビがいじれるわけでもない。イットの DVD 入ってる。やっぱピエロホラー好きな人なんだね、作者さんも。きっとね、遊び心あっていいね。ちょっと台所も一応覗いていきますか。じゃあピザとか食いたいね。あ、おいしい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 。体力回復できそうだよね。うん、ちょっとコーヒーでも一杯ね、やってから、引っ掛けてから行きたいぐらいですよね。うん、こっちは？あ、開くんだ、一応。特別何もないかな。なんかこの後俺死にそうな気がしててさ、怖いんだよね。電話かけられる。あ、鍵？鍵は使えない。え、何これ、謎のメモ帳。あ、電話かけられる。キーボードと連動してる。3794かな、あれなんだろう、9かな、9708、エンター、999。何も起きねえなんか起きねえのかな。新聞取れるわけでもない。外行くわ。あれあれ、開かない、開かない。さあ、ということで電話いろいろかけてみたんですけども、3とか79で、4だか9だか1だか7だかみたいな風に見えますけども、いろんなパターン試してみたんですけども、なんかかからないということなので、まだなんかね、探索しきれてない部分があるんじゃないかなと。で、ここね、さっきビデオデッキやったらフィアオブクラウンスっていうのが出てきたんだよね。あ、またセットできたの。あ、それがこれなんだ。で、出すとこうなると。うわ、こうは不気味だね。フィアオブクラウンスっていう謎のビデオテープを今つけてる状態ってことだよね。つけてた状態っていうか、ガーレガスの嵐状態で、それをポップコーン片手にずっと見てたの。怖っ。電気は一応押せるけど、
特別消えないね。うん、カチッってなるんだけどね。ここはダメだ。なんなんだろう。あとなんか見てないとこがきっとあるんだよね。どこだろう。冷蔵庫かな、これかな。おお、フィアーオブクラウンスト。あー、センキューフォープレイン出たね。ということで、全4回、5回、5回かな、5回にわたってやってきましたフィアーオブクラウンスト、いかがだったでしょうか。ピエロ系のホラーゲームの終わりにはこうなんかしっかりボリュームがあるものって珍しいなということで、なんか非常にワクワクしました。いやー、やっぱ改めてピエロって怖いなって思いましたね。皆さんのコメントもお待ちしております。ということで、ご視聴ありがとうございました。